and number five, game dominator, Isaac Bond!向上させること、そういうふうに仙台戦の後の記者会見でも語ってくれていました。先ほどもご紹介しましたが、さあコーナーからマスコです。ステップサイドからスリーポイント決まります。埼玉県の出身のマスコ匠です。ベンチには入っているんですが、今日出番がどうなるかというところです。さあここはバッツが決めてバスケットカウントです。いや今東京 Z もノエリアが手をかけたんですけれども、ブラッキンズからオクテウス流れながら決めていきました。越谷はどこでスリーポイントの確率が上がってくるかですが、まずインサイドでバッツ、バスケットカウント、いきなりインサイド使ってきました。一つ越谷は相手に対する宣戦布告のような形でインサイドを使ってきました。松山、おーバウンドパス叩き込んだブラッキンズ。立ち上がりはマンツーマンの越谷、マスコ相手を飛ばせてからスリーポイント3本目決めてきました。マスコです。二宮です。ベンチでは交代のメンバーも準備していますが、長谷川が決めてきた、今日2本目。ベンチ前ではオクテウスと落合が準備をしている越谷。松山、決めました。バッツのスクリーンも見事。栗原からマーク・バートン、バートンのアタック、叩き込んだ。ジョシュア・クロフォード、そしてマーク・バートン、ショットクロックが残り少ない中でパット・アンドレ、インサイドでも取ります。短いが自らフォローする、おーバスケットカウントだ。アンドレイのスリーポイント落ちている。リバウンド鎌田、いろいろスタッツをつけるこの鎌田ですが、松山のクイックスリーポイント、今日1本目が大切なところで出ました。トップだった松山俊、第4クォーターのこの時間帯できました。まあ、今季が加入1年目ブラッキンズ、そして長谷川のスリーポイント、あここできた、連続できました。第4クォーター、まあ、前半乗っていたスリーポイントを放っているプレーに対して越谷もプレッシャーを強めているということに後半はなるでしょう。またブラッキンズに入れます。中バッツ決めました。これは一つの光になるでしょう。そして試合終了です。越谷アルファーズチーム最長の連勝記録というのを9に伸ばしています。91対80です。